その深刻の王は、なぜそんな、人間は動物である、そんな信念に至ったか？国を、守るために、私らは犬でございます。総司皇帝の前で土下座したからだ。実際は、それ、で始皇帝は、自分が人質として物扱いされた過去を思い出して、あの憎き、王たちと、同じような状況にいる自分に気づいて。それ以上の拡大を、やめてしまった。深刻の王。なぜ、始皇帝が許したのか。動物がそうだ、降参すればそれ以上は。人間は動物である。その差は埋まらない。その後も、秦国派その外交で失敗したことがなかった。自分は、養豚場の管理者であり、国民は豚であって、輸出するのは国民である。それはその後も、伝統のように続く。未来の話、その王は、今は乞食に落ちた。あるいは絶望的な幸運の中に生まれた、皇帝だったはずの、末路。